これがガダルカナル。海兵隊が上陸し占領した島です。日本軍は何度も反撃したが失敗しました。海兵隊は5ヶ月間島を死守しました。これは彼らの物語です。物資が不足する中で彼らはどう戦ったのか。またこれは諸君の話でもあります。諸君が作った船や装備で我々は現地に向かい日本軍と戦いました。そして諸君の生産した物資や飛行機のおかげで我々は戦いに勝つことができたのです。ガダルカナルの戦いはたとえ遠く離れた太平洋の島でも戦闘の勝敗は兵士だけの肩にかかっているのではなく祖国にいる君たち国民の肩にもかかっていることを証明しました。部隊は春の晴れた日の朝出発した。上官たちは不妊地を知っていたが兵士たちにはそれを告げなかった。しかし彼らは戦場がどこかを察していた。海兵隊は遠方の戦地の匂いも嗅ぎ分けられる。数日後にはサンフランシスコの海岸線に別れを告げゴールデンゲートブリッジに手を振る頃任務内容が明かされた。ハント大佐は命令をこう締めくくった。祖国が我々に期待するのは勝利のみである。我々はそのために厳しい訓練を積んできた。各個人が才能を十二分に発揮し最大限の努力をして勝利に向かって与えられた任務を遂行するように。諸君の幸運を祈る。神のご加護。そして日本軍に地獄を。海軍は素晴らしかった。艦船が次々に集結する艦隊の眺めは壮観だった。航海最終日、海は大荒れだった。会話も途絶え、無線も沈黙し、この駆逐艦が行ったり来たりして各船に伝令した。我々は夜集結した。そして夜明け前に上陸準備を終えた。艦船は情報を交換し、乗員は配置に着いた。ついに待望の時が来た。6時14分、海軍巡洋艦の大砲が海岸に艦砲射撃を開始。すべての艦船が代わる代わる砲撃に参加し、すさまじい音を響かせた。我々は間もなく海岸全域に大損害を与え、奇襲された日本軍からの反撃はなかった。砲術将校は我々の砲撃座標を割り出した。海岸の物資集積所は激しく燃えている。砲撃は成功した。次は上陸である。兵士はカーゴネットを伝い側面から整然と下船した。これは訓練ではない。ボートに降りるまでが長く感じられた。揚陸艇が次々に陸に向かった。上空では戦闘機が守りの傘を形成した。海岸に敵の姿はまだない。最初の揚陸艇は反撃されずに着岸した。ガダルカナル上陸では戦死者は出なかった。この地の戦いは補給線でもあった。島とサンフランシスコの間には幅8000キロの太平洋が横たわっており、定期的な食料補給は望めなかった。食料より重要な物資は装備だった。ガソリンには金と同じ価値があった。
有刺鉄線は日本兵の攻撃を分断した。もっと大量に使いたかった。直ちに機関銃を固定し通信線を敷設。タコツボ号を知りたければこれをよく見てほしい。多くの海兵隊にとってここは我が家であった。彼らは一度の上陸後10日間ここで過ごした。日本軍が放棄した野営地から艦砲射撃の威力が知れた。残った大量の物資はいかに彼らが急いで逃げたかを示していた。後に10人以上の日本兵を狙撃したアーン三等軍曹である。残された蓑を着て日本兵がどのように密林に隠れたかを見せた。彼らのライフルは我々より長いが精度に欠けた。このスパイクで日本兵は簡単に木に登った。ジャングルも我々の敵であり、そこで襲ってくる日本兵は非常に危険な敵となった。これは日本製の火炎放射器である。我々は手に入れた敵兵器は全て試した。そして日本軍の大砲を反転させ敵に砲撃を加えた。しかし兵器の信頼性はアメリカ製が上だった。海兵隊の一人はこう言った。俺たちはアメリカの軍隊だ。当然アメリカ製の兵器が欲しい。窮地に立たされた時こそ信頼できる銃や武器を使いたい。だから俺たちは古き良きアメリカ製を探すんだ。上陸の翌日8月8日、海兵隊はヘンダーソン基地を確保した。散発的な狙撃は受けたが、組織的な日本軍の抵抗はなかった。ヘンダーソン基地は作戦上最重要地点であった。全島を制圧するためには制空権を支配する必要があったからだ。我々がまずやったことは星条旗の掲揚だった。飛行場として使う前にすべきことが山積みしていた。砲撃で一面にクレーターができていたので、これを埋め戻す必要があった。しかしいくつかの穴は監視所や砲床などに有効利用した。海兵隊と航兵隊は直ちに空港に展開した。使えるものは何でも使い、日本軍のロードローラーも使った。一番活躍したのは祖国から持ってきた機械だった。農家出身の兵士はトラクターに乗りホームシックになった。航空機は滑走路の完成を待たずに飛び立った。海兵隊、陸軍、海軍のパイロットは一丸となって SPD やエアラコブラ、グラマンワイルドキャットを精力的に飛ばした。彼らパイロットは真の英雄であり、彼らに勝る者はいないと誰もが地上から声援を送った。航空機は週に何千リットルものガソリンを消費する。我々に物資の余裕はなかった。1日分の物資が不足したことがあったが、すぐに海軍が助けに来た。最後に飛び立ったのは空の要塞である。海兵隊は大きくて綺麗な奴らと呼んだ。我々は念入りに空港の守備計画を立てた。司令部テントではトーマス大佐が将校と兵士に作戦の詳細な立案を指示した。一方、ジープと海兵隊の作業班はジャングルを進み、自分たちが設置した橋を渡った。空港は極めて重要な防衛地点である。彼らの任務は空港周囲の戦略上重要な橋を補強することだった。
この丘は後に血染めの丘として知られた。一見のどかなこの場所で最も激しい戦闘が行われたのである。まず藪を取り除いた。海兵隊はこのような作業より戦闘を好んだ。監視所が急いで作られた。前線のタコツボ号は機関銃設置のために広く深く掘られた。海兵隊が好んだ曲は You'd be so nice to come home to であった。我々の大砲は日本軍を分断するため敵陣を砲撃し続けた。この105ミリ砲は遠方の目標に大きな損害を与えた。我々の砲手は日本軍の集中砲火が危険になると終日砲撃を続けた。アメリカ軍の砲撃ははるかに正確だった。日本軍機だと監視員が叫ぶ。日本軍爆撃機の銀色の機影はガダルカナルの兵士には見慣れたものとなった。デッキが被弾、墜落する。機関銃でも日本軍機を撃つ。さらに敵機被弾、日本軍機は制御不能となり水面に突っ込む。また敵兵が死亡した。しかしごく少数の敵機がすり抜けることもあり、航空機や兵士が犠牲になった。滑走路の弾薬庫は破壊された。建物は使い物にならなくなり、燃料庫に火がついた。しかし日本軍が何度激しく攻撃しようとヘンダーソン基地の機能を停止させることはできなかった。敵の攻撃が続く中でアメリカ軍の修理部隊は作業を続けた。これは我々の航空機であるが、失った数は我々の1機に対して日本軍は5機であり、パイロットの死亡率にはもっと差があった。しかもこの航空機はまた復活した。我々のメカニックは被害を受けた航空機を弾痕以外は全て修理した。ここでは時間が全てだった。新しい航空機の到着が遅れればパイロットはそこにある航空機で最善を尽くした。重傷者は医療用航空機で日本軍の爆撃射程外の最寄りの島にある基地に送った。軽症者や病人は現地の野戦病院で治療した。ガダルカナル唯一の冷蔵庫である。灯油で動き、いくつもの命を救った。戦闘の合間には川で入浴し洗濯した。しかし泥はいつまでも日本軍のようにまとわりついた。この日は補給船がついた日で、夕食をたらふく食べた。ビスケットが焼けた。野外コンロや日本軍の金庫から作ったフライパンで調理した。非常食や日本の米を食べ続けていた海兵隊にとってこの食事は格別だった。我々は掲示板を穴の開くほど見た。祖国の出来事やラジオのニュースが定期的に掲示された。その週のナンバーワンヒット曲は欠かせない情報だった。日本兵の捕虜に多かった労働大隊の兵士を海兵隊はシロアリと呼んだ。捕虜の多くは自分たちの運命を悟っていたようだ。
拷問されると覚悟していた彼らは人道的な治療を受け驚いた。しかし捕虜になった日本兵はわずかだ。ガダルカナルでは激しい戦いで何千もの日本兵が死亡した。一晩で800人が死亡した戦闘もあった。バンデグリフト少将は手紙にこう書いた。日本兵の戦死者の割合は我々の10倍に上った。それほど我が隊員は優秀で海兵隊の伝統にも乗っ取り最高の働きをした。これ以上言うことは何もない。多くの海兵隊が日本兵が放棄した装備を記念に持ち帰った。後に三等軍曹に昇進したバーニー・ロス伍長は日本の国旗を手に入れた。太平洋艦隊司令長官ニミッツ提督は現地を訪れた際数人に勲章を授けた。彼は海兵隊大隊の指揮官エドソン大佐。3月には海兵隊第一師団がルーズベルト大統領に表彰された。次の3人は海兵隊のパイロット、スミス少佐、ゲイラー少佐、カール大尉である。これはバンデグリフト少将とニミッツ提督である。我々は島を離れるに際し二度と祖国に戻れない海兵隊の戦死者に敬意を表した。やっと安堵の時が来た。島を引き継ぐ陸軍が到着したのだ。上陸してきた歩兵の第一陣は最高の状態に見えた。彼らは元気で装備も完璧だった。タイの愛犬まで連れてきた。安心してガダルカナルを離れられる。海兵隊は船に向かって長い戦闘で何度となくジャングルや道路を歩き進んだ。その船で我々は戦場を後にした。振り返るとガダルカナルの空に星条旗がはためいていた。ガダルカナルの占領で我々は戦略的に重要な拠点を勝ち取りました。日本軍も重要性を知っていました。軍艦や航空機、兵士という高価な犠牲を払って島の奪還を目指したにもかかわらず、彼らの試みは無駄に終わったのです。我々が確保したガダルカナルは我が軍の不沈空母として日本軍の侵攻を阻止しています。今はそこから我々が日本軍基地を繰り返し攻撃できます。次にいつどこへ海兵隊が向かうか私には分かりません。日本兵は確固たる決意で何度も戦うでしょう。これだけは確かです。海兵隊がいつどこへ出撃しようと、彼らには祖国で産業を支える諸君の援護が必要なのです。彼らには諸君の熱きサポートが必要です。激戦を戦い抜いたガダルカナルの時と同じように。Thank you.
1945年7月16日、これは砂漠の朝の暗闇、場所はニューメキシコ。ある集団が緊張し心を躍らせ待っていた。彼らの後ろには厳重な機密として3年にわたり行われた成果がある。これらの映像はおよそ10キロ先より3方向から撮影され、人類史上最大の爆発を捉えたものである。熱線、衝撃波、各種放射能を発生させる初の原子爆弾により、広島の町は壊滅状態に陥った。その原子爆弾は、ニューメキシコやワシントンなどの工場において、慎重に開発されたものである。100年の長きにわたり、広島は大日本帝国部隊の駐屯地であり、これまで爆弾により屈服したことはなかった。しかし、軍司令部をはじめとする軍施設、工場、造船所などは原爆の破壊力を否応なしに知ることとなる。ニューメキシコでの実験の21日後、 B-29 が原爆を携え広島上空へ。8月6日午前8時15分、原爆が標的に向け投下された。ここが広島の爆心地。敵の領土に投下された爆弾は上空で爆発した。ちょうど太田川と元安川の分岐点にあたる。原爆は放射性物質を焼散させるため、意図的にかなり上空で爆発させた。爆心地上空で爆発したことで廃墟となった町、頑強な建物は残ったがほぼ全焼している。爆心地北側の映像である。東側を見ると近隣の地域が完全な廃墟となっていることがわかる。南側も同様である。爆心地西側も完全に建物が倒壊しており、原爆の威力を物語っている。爆心地からおよそ160メートルの地点、爆発の影響により木には裂け目ができている。また日露戦争の記念碑にもラインが刻み込まれた。三和銀行のビルから西を見ると、コンクリートに爆発のすすが張り付き変色している。この映像の右にある広島ガスのビルは
巨大なハンマーで叩かれたように、爆発でほぼ倒壊している。三和銀行のビルは、より一層破壊の度合いが大きい。この湾曲した鋼鉄は屋上を支えていた。このビルの屋上に張り巡らされた胸壁を見れば、爆弾が爆発した方向は一目瞭然である。爆心地からおよそ320メートルの地点には神社があり、ここでも木や石像が倒れている。もともとこの像の基礎部分は艶のある御影石でできていたが、爆発により完全にその輝きは失われた。まるで色を塗ったかのように表面が明るくなっている部分が爆発の角度を教えてくれる。横にある灯籠の側面には焼け跡が残っている。広島産業奨励館も爆心地から320メートルの距離にあり、爆発の方向を向いている外側の壁が内寄りに傾いている。爆発が下向きの力を生み出し、屋根を支えていたコンクリートの梁が崩れた。現在この建物は倉庫として使われている。東側を見ると、見渡す限り完全なる荒廃が広がっている。この橋の手すりは吹き飛ばされ、橋の鉄柱には塵が張り付いており、鋼鉄に刻まれるほど爆発の威力は凄まじかったのである。この学校は爆心地の方向を向いており、距離は400メートルの位置にある。入り口部分、コンクリートの床が沈下しており、吊り天井を支えていた鉄製の棒が垂れ下がっている。このコンクリートの建物は下層部分が崩れ、斜めに傾いている。爆心地からおよそ480メートル離れたこの荒れ地には、かつて日本の軍司令部が存在した。兵舎は完全に破壊された。そして軍関係者およそ2万人が犠牲となった。爆心地からおよそ400メートル地点に変形した鉄枠だけになった建物がある。一方、爆心地からおよそ800メートルにある中国拝殿は、鉄筋コンクリートのためかなり爆破に持ちこたえていた。およそ1キロの地域全体は爆心地と同様、ほぼ完全に壊滅状態にある。木造建築は完全に倒壊した。ここには広島城があった。強烈な爆風によりその枠組みは破壊されたが、二次的な火災は起こらなかった。広島市役所は鉄筋コンクリートの建造物であり、爆発の方向に対し45度の方向を向いていたため、損傷はかなり少なかった。しかしながらドアや窓は爆発の衝撃で吹き飛ばされている。横川橋の柱についた影が爆発の方向を示している。ここは爆心地からおよそ1キロ離れているが、手すりの影になった部分を除き塵がついている。橋の表面には人の影が見て取れ、何が起こったのかを伝えている。爆心地から 1.6 キロの地点では爆発の損傷は少なくなるものの、二次的な火災による被害は依然深刻なものである。この鉄製の橋は太田川にあり、爆心地からおよそ 1.6 キロ離れたところにある。爆心地の方向を向いているため、爆発で起きた砂塵により鉛のペンキがほぼ完全に剥げてしまった。
しかし同じ橋でも反対側の表面は影響が見当たらない。同じく爆心地より 1.6 キロの地点に赤十字病院がある。損傷はあったが、その機能が停止することはなかった。建物の正面は北東を向いている。一方、建物の北西面は全ての階で窓の鉄枠が折れ曲がっている。建物の南西面も爆風を受け、窓が壊れているのがわかる。しかしながら、南東面の壁にある窓は外側に折れ曲がっている。病院の中を見てみると、爆発時から位置が変化していない椅子があった。それらの椅子の背は爆心地の方向を向いており、窓から入ってきた光で焼けてはいるが、モヘア素材の生地は下の方が毛羽立っている。爆心地を向いている壁の損傷具合はほぼ反対側の壁と同じである。またこの部屋の仕切りは吹き飛ばされている。赤十字病院の屋上から爆心地の方向を見渡すと、原爆によって広大な荒れ野原になったことが見て取れる。そこを占領軍の軍用車が往来している。爆心地とは逆の方向、南側では石造建築の壁がいくつかその姿をとどめているのと、鉄筋コンクリートのビルが一棟残っているだけである。こちらも爆心地から 1.6 キロの地点、西側の映像である。小さな工場の煙突が唯一コンクリートで作られたものとわかる。この地域では廃品材料で建てられた仮設住宅が吹き飛ばされた。日本ではこのような木造で土壁を用いたものも、ベニヤ板を貼り付けたものも区分けせず、同じ場所に混在させている。兵舎、民家、鉄筋コンクリートの工業中心地、レンガ作りの工場など、すべてのものが密集しており、一般市民の安全に対する配慮が感じられない。およそ 1.6 キロから 2.4 キロの範囲では、鉄筋コンクリートの建物を除いては完全に倒壊している。2.4 キロから 3.2 キロの範囲では、火災による損傷がひどく、爆発による損傷は中程度である。また、3.2 キロから 9.6 キロまででは、屋根や窓などに損傷が目立っている。爆心地から 1.6 キロにあるこれら木造の建物は、二次的な火災にあった。爆心地から 2.4 キロ地点、広島市の東にある広島駅は使用可能ではあるが、かなりの損傷を受けている。入り口の庇は爆風により吹き飛ばされた。庇が落ちた勢いで建物のレンガも崩れてしまった。駅の内部を見ると、天井を支えている鉄製の梁が歪んでおり、コンクリートの壁が衝撃の大きさを物語っている。爆心地からの距離が駅と同じであるこの高校では、建物の北側部分の壁が破壊されている。北側2階が特に損傷の度合いが激しい。これは原爆が爆発した爆心地方向を捉えたものである。すべての建物が高校と同様の損傷を被ったわけではない。窓の一部分が爆風により湾曲し、仕切りが移動している。爆心地から最も遠い位置にある壁が爆風が抜ける方向に膨らんでいる。そして窓枠に入っていたガラスは全て吹き飛ばされている。爆心地から 6.4 キロの地点にユダヤ教の修練院がある。その間には丘があり、爆発の影響を軽減するのに役立った。しかし、軽減されたといっても、爆風により全ての窓は割れ、壁の一部は湾曲した。
建物の左にある礼拝堂は木材で建てられており、壁は石膏である。正面入り口のドアはガラスが粉々になった。そして天井の板は 6.4 キロ先で起きた爆発の衝撃でせり上がってしまっている。広島でユダヤ教を宣教しているあるグループが原爆を目撃していた。その中の一人が目撃談について答弁した。About 5 months ago, and I was staying with my class at a house of studies at the outskirts of the city of Hiroshima. Could you describe exactly what happened in the morning of August the 6th? I was in my room, which faces the valley, and suddenly I saw a light, like magnesium light, flashlight, which filled the whole valley.And looking out of my window to find out the reason for this peculiar phenomena, I saw nothing besides this light. And turning from the window to the door of my room, I heard a crash. It may have been 10 seconds after seeing the light, the flashlight. And immediately I was covered with splinters of the window frames and glass.Sticking into the walls and actually my flesh itself. I tried to get out of my room, but found that our house had been severely damaged by the blast of this explosion. I had the impression at that time that the bomb had immediately crashed on our house. So severe, so strong was the effect of the percussion. But looking outside the house, I saw no trace of the bomb itself, but about a kilometer away from my houses, I saw several peasant houses which were on fire. After a while, we saw a procession of people coming from the outskirts of the city up the valley. Many of them, most of them, were wounded, especially the parts of the body which were not covered by clothes, like hands, feet, back. They came up to our house and we did what we could, but there were no possibility to give much of aid. As a matter of fact, we used all our grease we had at that wartime in the house, and it was exhausted in a moment. How many people do you think were killed? All of us who lived through this experience at the spot estimate the numbers of dead at least as 100,000. This estimate is not based on official figures, but just on our knowledge of special groups in the...under the population. Was there anybody to take charge of the city after the disaster? There was nobody to take charge after the disaster because all important people were practically killed. The major, the commander of the city, many high-ranking officers, a Korean prince, which was stationed at the time in Hiroshima, and also the regiments of the city were wiped out. What is your opinion as to the story that the ruins of the city emit a deadly rain? Well, I think that it's just a rumor. Because I myself and others of us have worked in the city itself immediately after the explosion for several hours, and we felt no ill effect at all. Tell me a little about the Japanese reaction towards the Americans and towards the atomic bomb.Neither myself nor anybody of our fathers heard a single outburst of hate against the Americans in those terrible days.
the not and during the whole war we didn't experience much about hatred against the Allied. As a matter of fact, at the beginning of the war, after the big Japanese victories, the Japanese were inclined to look down on the enemy. But then, after the offensive went off according to schedule, they began to admire the skill of the Americans. And especially since the majestic B-29 appeared over Tokyo, practically every Japanese admired the technical skill of the Americans. Father, what is your and your colleague's opinion as to the use of the atomic bomb? We have discussed among ourselves the ethics of the use of the bomb. Some consider it in the same category as poison gas and were against its use on the civilian population. Others were of the view that in total war as carried on in Japan, there was no difference between civilians and soldiers, and that the bomb itself was an effective force tending to end the bloodshed, warning Japan to surrender and thus to avoid total destruction. It seems logical to me that he who supports total war in principle cannot complain of a war against civilian. The crux of the matter is whether total war in its present form is justifiable even when it serves a just purpose. Does it not have material and spiritual evil as its consequences which far exceed whatever the good that might result? When will our moralists give us a clear answer to this question? 広島の被災地においても日常生活の営みは続いていた。広島市の北東地区では、瓦礫から回収したあらゆる材料を用い、仮設住宅が建設された。東広島にある鉄道の駅付近では、廃物となった木材、ブリキ、屋根瓦などを用い、ボロ屋ながらも新しい家を建てようとしていた。広島の原爆後すぐにアメリカ合衆国大統領は降伏か完全なる破滅かという最後通告を日本政府に突きつける。しかしそれは無視された。日本時間8月9日午前10時58分、2発目の原爆が工業の港町長崎に投下された。長崎にいる23万人の人々はほぼ全員が兵器、軍需品など軍事に関わる製品を製造する工場で働いていた。市の中心部に2つの主要な三菱の工場があった。北には世界有数の魚雷工場があり、南には鉄鋼及び兵器の製作所が存在した。軍需産業に最大の損害を与えることを念頭に、長崎に投下された爆弾は2つの工場の中間点に狙いを定めた。広島の場合と違い、長崎の爆発は工業地帯にほぼ限定されたものである。それはその地域が窪地であったためで、市内の他の地域から遮断されていたのである。立ち上がるキノコ雲は空高くどんどん舞い上がっていき、成層圏まで達する。上空高いところで爆発させることで、最も有害な放射性物質は成層圏に消散する。その結果、被爆した地域も比較的放射能を浴びずに済むのである。よって間もなく長崎に救助活動に入った人々も被爆の被害に遭わずにいられた。およそ5キロ四方の地域においては、被爆や火災により深刻な損害を受けた。ほとんどの建物が瓦礫と化した。上空から見ると骨組みだけになってはいるが、三菱工場の残骸を確認することができる。
これらの場所で鉄鋼や兵器、魚雷の製造が行われていた。三菱重工長崎兵器製作所は全長およそ 1.6キロ、建物は近代的で典型的なアメリカの工業施設と同じ金属製の骨組み、側面は波板が使われている。骨組みの残骸の中に鉄筋コンクリートの建物がいくつか残っている。煙突も確認できるが、爆発に持ちこたえる強さはほとんどなかったようである。広島と同様、一定方向の衝撃により建物の鉄は折れ曲がり、波板は剥がれ落ちている。残っている波板はまるでティッシュペーパーのごとく張り付いている。建物により倒壊の度合いがまちまちであるが、爆心地からの距離と構造の強度の違いである。この鋳造工場は爆心地から500メートルの位置にあったため、しっかりした構造ながら損傷は大きい。より頑強な建物もあり、天井が補強された構造になっているにもかかわらず、内部にある機材の損傷は深刻である。この機械装置は海軍用のライフル銃や重火器を製造するために使われていた。民家は工場区域内にあった。多くの住民が製造作業に従事したが、出来高払いだったことで戦争協力が助長された。被爆と二次的な火災によりいとも簡単に建物は破壊され、機材も損傷を受けている。これは爆心地からの映像である。およそ5キロ四方の地域は被爆と火災により荒れ野と化している。注目すべきは南側の山により被爆が遮断されたことである。次におよそ9キロまでの地域では被爆は中程度だが、火災による被害が深刻である。被害を被ったのはおよそ70キロ四方に及ぶ。その被害状況は壊滅的状態から屋根などの損傷まで幅がある。およそ19キロ離れた地点でも深刻な被害があった。そこでは特異な衝撃波の集中が起き、兵舎が倒壊してしまった。爆心地から800メートル地点、煙突が折れ曲がっている。爆心地から300メートルにあるコンクリートで作られた刑務所はほとんど完全に倒壊している。残った壁は爆発の方向と平行に立っている。この地域は爆心地からおよそ 1.6 キロの山のふもとにある教会まで焼け野原である。教会のてっぺんにあった丸屋根は吹き飛ばされ、小川の下床に落ちた。ガスタンクも吹き飛ばされ、鉄の骨組みだけになった。二つのコンクリートの壁は工場の跡形である。橋の状態が長崎での被爆の大きさを物語っている。しかし爆心地付近であっても損傷を受けなかった道路や線路もある。それは爆発の高度に起因している。長崎市の北から南へ抜ける主要道路は3時の後間もなく利用された。爆心地からおよそ 2.4 キロ長崎市の郊外にある典型的な民家である。長崎で被爆して6週間後、生存者たちは各自の家の修復に取り掛かっていた。これは記録である。再現のない時間を費やし作業を行った。2機の B29、 3日を隔てた2発の原爆、2つの都市。この記録を一覧することでその意味が明らかになる。
広島、人口34万人のこの都市は一発の原子爆弾で文字通り地球上から姿を消した。見渡す限りの焼け野原である。およそ6キロ四方を焼き尽くした一発の原子爆弾、それは日本の侵略に対して科学が出した究極の答えである。当時陸軍の基地があった広島、日本に落とされた2つの原子爆弾のうち最初の1つがこの町の上空で炸裂、町は一瞬にして破壊された。鉄筋の建物がわずかに原型をとどめている。長崎、2番目の原爆の標的。広島の3日後、範囲は 1.6 キロ四方と狭いが、その威力は広島をしのぐものだった。300万都市大阪は焼夷弾で一面が火の海となった。原爆が投下される前から日本の敗北は決定的だった。呉、日本最大の兵器工場と海軍基地の町、港には艦隊の残骸が横たわる。日本の海軍は度重なる敗北で完膚なきまでに叩きのめされ、戦闘不能に追い込まれていた。壊滅的な被害を受けた首都東京、原子爆弾よりはるか前に空襲により町の4分の3が焼失した。かつて650万人の人口を誇ったアジアの首都は今や廃墟と化している。アメリカ軍が爆弾投下をためらった皇居の外には天皇を崇拝する日本人の姿、上空にはアメリカ軍の偵察機が飛ぶ。皇居から数十キロの距離に悪名高い大船捕虜収容所がある。不潔さと虐待に耐えたアメリカ軍兵士が今解放された。かつての看守が捕虜に頭を垂れる。長く苦しい日々は終わった。彼らにとって勝利は帰郷を意味する。